左？え、ここ左行けんの？行ってみる？行ってみよう、うん、言うてるんだったら。トンネルがあった。すごいじゃん。何トンネルですか？わかんないです。上に書いてある。なんか偶然見つけたよね、うん、ああ、このトンネルは見学できないですか？桜トンネルでした。パッと止めてパッと帰る。でもそれしかないよね、うん、よいしょ。なんだっけ、なんとか小学校。八幡西小学校旧校舎。旧校舎、向こうが現役の小学校、はい、あれ映写機だよね。映写機ってすごい、こんなの違うのか。あ、違うか。なんだこれ、ヤンマーって書いてある。あ、なんとかスリッキーって書いてある。なんだ、そうなのか。調べてみる。なんとかスリッキー、調べます。後で調べます。とりあえず建物だけ撮って帰ろう。ほぼほぼショート動画だけどね。どうですか？どうですか？やぶけいち出すの、またどんな顔してんの。どんな顔してんの。こっちは、なんかおトイレっぽいのに出てますが、それっぽいね。やぶけいちには入りたくない。住宅街だからちょっと行きづらいよね。あの廊下側撮りたかったね。うん、貯水槽、うん、
一輪車の残骸があるよ。黒板もあるよ。あ、黒板あるやん。ほら。じゃあうちも行こう。あ、本当だ。黒板あるね。うん、ぶち壊したっていうか壊れちゃったんだろうね。後ろがほら壊れちゃった。解体すんの？もったいなくない？だって明治時代でしょ。本当だね。まあちょっと物置代わりにもしてたのかもしれないけど。明治時代の、はい、そうだね、うん、これこっから見ると普通の家だな、ね、うん、まあ、ここでいいよ。ストップにしとこ、はい、やめときやめとき。井戸があるかもしれないからやめとき、うん、じゃあ言ってください。何を？ん？大金市、え？なんだっけ？八幡二州小学校っていうのに、ここは東金市なんですよ。なーに？やっちまったな。はい、お疲れ様でした。どうした？やめとけって。ちょっと木がね壊れそう。あなた結構学校行くと興奮するよね。世の中にはやる？やらない？はい。じゃあ終わりです。帰ります。はい。じゃあ最後なんか言ってください。早かったけど。はい。なんか言ってください。はい。こっちで。はい。はけさせねえ。